ジョン・エイリヒ・ラウシュは、アメリカ合衆国ケンタッキー州、ルイビル出身のプロ野球選手。投手、ウトウミギウチ。身長は6フィート11インチで、メジャーリーグ史上最も背が高い選手である。ランディ・ジョンソンよりも1インチ高い。1999年の MLB ドラフトで、シカゴ・ホワイトソックスから3巡目で指名され入団。2000年のシドニーオリンピックに、 野球アメリカが衆国代表として出場し、金メダルを獲得した。2002年4月2日にメジャーデビュー。2004年7月18日に、カール・エヴァレットとのトレードでゲイリー・マジュースキーと共にモントリオール・エクスポズへ移籍。2006年に85試合に登板、球団史上マイクマーシャルの92試合に次ぐ、登板数となった。翌2007年は前年を上回り、 リーグ最多となる88試合に登板。2008年は故障者リスト入りで開幕を迎えたチャド・コルデロに代わり、クローザーを務めることに、ナショナルズ・パークの公式ゲームとしての初試合となった3月30日のブレーブス戦の勝ち投手となった。コルデロが故障者リストから復帰後も、マニーアクタ監督はラウシュをクローザーとして起用し続けた。7月22日に、 エミリオ・ボニファシオとのトレードでアリゾナダイヤモンドバックスへ移籍した。2009年8月28日にケビン・マルベイとのトレードでミネソタツインズへ移籍。2010年4月2日にロンガーデン・ハイヤー監督は肘の手術で今季絶望となるクローザーのジョーネーさんの代役に指名。11月1日に FA となった。2011年1月17日に トロントブルージェイズと1年375万ドルとオプションでの契約で契約した。8月15日のシアトルマリナーズとの試合で遠征中にシアトル病院で中水雪除術を受けた。翌日15日の DL 入りとなった。この年、速球の平均球速が前年の90.9マイルから89.5マイルに低下。元来、 フライボールピッチャーであるため被弾が激増し、成績は悪化した。オフの10月31日にオプションを発揮され、FA となった。2011年12月6日に、ニューヨークメッツと1年契約を結んだ。2012年10月29日に、FA となった。2013年2月5日に、マイアミマーリンズと1年契約を結んだ。5月22日に放出された。 2013年6月1日にボルチモアオリオールズとマイナー契約を結ぶ。7月3日に放出された。2014年1月23日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結んだが、3月26日に解雇された。ありがとうございます。